今シーズンから J3 で戦うサッカー奈良クラブと桜井市のランドセルメーカーが福祉施設の子どもたちへランドセルを送りました。この取り組みはシーズン中に奈良クラブがホームゲームで挙げたゴールの数のランドセルを県内の児童福祉施設などに寄贈するというもので、今年で7回目を迎えます。贈呈式では桜井市のランドセルメーカー有限会社風間の風間智則専務と奈良クラブの津波優太選手から児童福祉施設で作る団体の代表者らに昨シーズンのホームゲームのゴール数と同じ20個のランドセルが贈られました。去年 JFL で優勝し J3 昇格を果たした奈良クラブ、今シーズンはホームでの試合数が増えることもあり、集まった関係者からは一層の応援と期待の声が上がっていました。昨年はそのチームの結果も含めてすごいいい成績を残せたので、この20個のランドセルが子どもの笑顔につながると思うと本当に感慨深いです。全国的にもこう認知のあるその J リーグの舞台でたくさんのゴールを決めて、多くのランドセルをまた寄贈できるように、日々頑張りたいと思います。